エノラゲーの貴重席から手を振るポール・ティベッツ被爆後の広島市。左上のサインはティベッツのもの。2003年12月3日、撮影ポール・ウォー・フィールド・ティベッツ・ジュニアはアメリカ合衆国の軍人。最終階級は空軍巡将。1945年8月6日、広島市に原子爆弾リトル・ボーイを投下した B-29 爆撃機。 エノラゲーの基調として有名である。1 9十五年二月二十三日、アメリカ合衆国イリノイ州クイーンシーで、カシオロシドニアの父ポール・ウォーフィールド・ティベッツと、母エノラゲーの息子として生まれる。アイオワ州で暮らした後、フロリダ州マイアミに転居する。九百二十八年に、イリノイ州オールトンの私立のウェスタンミリタリーアカデミーに入学。九百三十三年に、 フロリダ大学に入学。その後シンシナティカ大学に入学し、1937年に同大学を卒業。オハイオ州デートンのライトフィールドで陸軍航空隊に入隊した。1937年2月25日にケンタッキー州フォードトマスで陸軍士官候補生となる。太平洋戦争が始まると、第29爆撃隊で、 b 十七爆撃機を操縦した。その後フロリダ州タンパのマクディール基地で第四十航空団九十七爆撃隊の指揮官となる。九百四十二年にはドイツへの爆撃任務を行った。九百四十四年八月二十九日午後、陸軍航空隊副参謀長ザイールズは、それまで原爆投下部隊隊長の候補者ではなかったティベッツを審査の上で、 候補者に変更した。1944年12月、原爆投下部隊である第509混成部隊の部隊長を拝命し、部隊を編成する。以降、ネバダ砂漠の秘密基地にて、原爆投下の演習を繰り返した。原爆投下作戦の責任者となったティベッツのあらゆる要望は認められ、準備は進められた。1945年5月第509。 混成部隊は太平洋のマリアナ諸島テニアン島に移動、第二十空軍に編入。マンハッタン計画責任者、レズリー・グローブス少将は精密作業能力を持つ軍工場があり、深い港があるグアムを考えていたが、ティベッツが最良の滑走路があるテニアンを希望した。マリアナに移るとティベッツは現地司令、カーチする名中将に対し、上陸作戦は、 犠牲が大きいため、原爆が日本人に分別を持たせ、無用な流血が避けられればいいと語った。ルメイは、ティベッツに日本上空を飛ばないように注意したが、ティベッツは必ず自分で原爆投下に飛ぶと決めていた。第509混成部隊を原爆任務から降ろし、他の補充や航空隊に編入する話が持ち上がっていたが、1945年7月19日、 テベッツはルメイに対し、第509根性部隊をいじらないでほしい。最初の原爆は自分で指揮するつもりだと説得した。1945年7月20日東京空襲に初めて第509根性部隊10班を選んだ。目的は日本人に短期による航空からの一発の爆弾投下に慣れさせるためである。広島、京都、小倉は、 原爆のため爆撃を禁止したが、他は自由に爆撃させた。第509混成部隊は、日本本土にてパンプキン爆弾と呼ばれる模擬原爆を使い、京都、広島、新潟、小倉などを爆撃し百数名余りの日本人の犠牲者を出しながら原爆投下の練習をした。 1945年8月2日ティベッツは前日作成した命令書草案に書けなかった細めについて決めるためルメイ司令部へ訪れる目標に関してルメイは京都に反対し広島に賛成したティベッツは私もいつも広島のつもりでしたと話したそしてティベッツが立案した原爆投下の命令書草案はほぼそのまま命令書 第13号として、ルメイからティベッツに渡された。1945年8月6日午前2時45分、ポールティベッツ大佐は、B-29 爆撃機、エノラゲーを、テニアン島から離陸させた。同期は北に向かって6時間飛行し、日本列島に到着した。そして午前8時15分、ティベッツは、広島市上空で、原子爆弾を投下した。 この B29 に付けられた名前のエノラゲーはティベッツが母親の名前から命名した。戦後は1940年代後半から1950年代にかけてティベッツは多くの原爆実験にアドバイスしアメリカで最初のジェット爆撃機のボーイング B-47 爆撃機の開発に貢献した。1954年には NATO のスタッフとして フランスのパリに着任した。1959年には準将に昇進し、マクディール空軍基地の指令に着任した。ティベッツは1966年8月31日に空軍を退役し、1976年にはオハイオ州コロンバスに本拠置くジェットアビエーション社の社長に就任した。1976年10月には、 テキサス・ハーリン人で行われた航空ショーに招待され、原爆投下を再現するショーを行った。この際、地上で爆薬を爆発させてキノコ雲を作る演出が行われたが、このイベントが国際ニュースとして報道されると、広島市長らから強い抗議を受けることとなり、最終的にアメリカ政府が日本政府に公式に謝罪する騒ぎにまでなった。 1980年にアメリカに訪問した高橋昭弘はティベッツの元に訪れた。ティベッツはケロイドの残る高橋の右手を見て原爆のやけどですかと顔をこわばらせた。話をした30分間、高橋の右手を両手で握ったままだった。二人はその後10年以上文通を続けた。1983年、 アラバマ州空軍式幕僚学校卒業式で航空200年祭が催され招待された元日本海軍パイロット酒井三郎はティベッツの参加、同席を被爆国国民としてどう思うかと司会者に問われ軍人として命令を遂行するのは当然であり仮に酒井が日本軍軍人として原爆投下を命令されれば実行したこと原爆投下の道義的責任は ハリー・エストルーマン大統領にあると話した。ティベッツは涙を浮かべて堺と握手したという。2005年の TBS テレビによる戦後60年特別企画番組のインタビューでは、原爆投下時の心情について、興奮はしなかった。任務に成功して、ほっとしていたよ。理解できんだろうがね、と語った。かねてから心臓病を患っており、2007年11月1日、 脳卒中により92歳で没死した。原爆投下に批判的な人々の抗議運動への懸念から、友人に死後は葬式を行ったり破壊死を作ったりしないよう頼んでいた。遺言に従い、ティベッツの遺体は海に散骨された。ティベッツの死に対して被爆者たちは、ティベッツが生前に原爆投下を肯定し続け、両親の過酌を見せることも、また謝罪することもなかったことに、 遺憾の意を表した。ティベッツは戦後の長崎は訪れたものの広島を訪れることはなかった。息子のジーンティベッツはオバマ政権が2010年8月6日の広島平和記念式典にジョン・ルース中日アメリカ合衆国大使を出席させたことに不満の声を上げている。孫のポールティベッツ四世中佐はアメリカ空軍第五百九爆撃航空団に所属し、 ステルス爆撃機 B-2 のパイロットとなった。ありがとうございます。